パラレルを監督しました田中大輝と申します。本日はですね、とても寒い中、劇場にお越しいただいて本当にありがとうございます。たくさんのお客様の前でですね、名古屋シネマスコール上映の初日を迎えられてとても嬉しく思います。本日はよろしくお願いします。あの嫌なやつでしたね奥寺正臣役でございます。ひとみちゃんでございます。スコールいつもお世話になっております。短い時間ですけども、今日はどんな感想を言っていただけるか楽しみです。ありがとうございます。パンツ大好きおじさん役の村田と申します。シネマスコールはずっと来てみたかったところなので、今回来れてすごい嬉しいです。見て楽しんでいただけてたら、まあ僕のパンツはともかくとしても楽しんでいただけてたら嬉しいです。ありがとうございます。ゲストの SKE48 の谷まりかと申します。ちょっと想像以上に近くてびっくりしてるんですけども、あのパラレル皆さん見た後、やっぱねこの2人がもう嫌いになると思うんですけども、裏ではすごくいい人で安心しました。生きてて怖い怖い。でも本当生々しさをね出せるのが上手だなって。センスはあれは自前ですか？自前なんです。そこちょっと気になっちゃいました。全部衣装も自前で、ね。そうなんです、ね。僕も自前です。そうそう今日ね、僕もあの時のメガネで来ました。いや、舞ちゃんとハグしてていいなって思いました。おお。もう役得。嬉しかった。キラルと光る銀歯が最高なんですよね。もう一回見てください。早速あの谷さんのパラレルを見た感想を教えていただきたいと思います。はい、私本当ホラー映画が大好きでたくさん見てるんですけども、改めてパラレルを見て思ったのが、生きてる人間が一番恐ろしいんだなって思ったんですけど、そのなかなかね、そのホラー映画って殺人鬼って出てくるとやっぱジェイソンとかドロドロしたねモンスターが人を殺すっていうのが多いんですけども、まさかバリイケメンで、ちょっと私自身すごいキュンキュンしながら見ちゃって、まさに新しいホラー映画、そして恋愛の映画かなと思わされました。あとグロテスクなシーン多かったと思うんですけども、私はたくさんの映画見てるのですごくグロテスクなシーンも、あ、美しいと思っちゃいました。撮り方といい、その血の浴び方といい、すいませんこの話マニアックですかね。ずっと聞いてたやつ。いや本当ですか。っていうぐらい見入っちゃいましたね。おしゃれでした。ありがとうございます、はい、一応今回のこの映画を作ろうと思ったきっかけが、あの僕の友人がですね、結構心の傷とかに結構悩む方で、その相談とか返信願望が強くなっていくみたいなことを聞いた時に、ずっとホラー映画を作ろうと思ってたので、長編一作目にちょっとその心の傷みたいなものをテーマというか主軸になんか作れないかなと思っていたら、まあ、スプラッタ映画ってあの人の傷とか死をこう表現するあのたくさんあの映像として残す作品だと思うんですけど、その実際の傷だけじゃなくて目に見えない心の傷っていうものも一緒に描けたらホラー映画以上のものだったり何か表現できるんじゃないかなと思って作りました。で僕もなんかジェイソンとか13日の金曜日ジェイソンとかすごい好きだったので、はい、ああいうキャラクターってなんかやられて終わりじゃないですか、いつも。そうですね、だいたいヒロイン、まあ生き残るか、まあ、殺されるが多いですね、うん、まさか恋愛っていうものにはなかなか走らないので新しかったですね。そこがいつもなんか彼らにもなんか事情とか過去があるはずなのに、うん、いつも描かれないなっていうのはずっと思ってたので、それを描いた映画にしてみたいなっていうのがあって、あの今回作ってみたっていう感じなんです。やっぱり虐待を受けてたじゃないですか、同じ傷を持つ者同士はやっぱ惹かれ合うと思うので、すごいその先が、2人のその先が気になっちゃいました。同感です、はい、ちなみにあの撮影の日のね裏話はじゃあぜひ知ってみちゃう。血のりだとか、はいはい、そういったものは全部ですね僕らキャストがやってます。で僕大体あの使われたカットじゃない最後のラストシーンの時に、あの清がパッとの仮面を外すんです。そんで血がたらーって出るところの瞬間まで僕血のりを用意してて、シュ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 こだわったり、あとその殺戮シーンのところの あの血のりなんかはあの汚れるじゃないですか、で撤収の時間あるじゃないですか、ボツらんところとかもすごく掃除したりとか、したりとか、あとあのずっと僕はあのパラレルじゃなくておじさんたちはこの3人はやられるぞって言われてるんですけどもうスカッとしました。一番スカッとしましたもう殺されてじっとしてなきゃいけないんですけど、じっとしてるとちょっとパッ
僕のね、指揮が聞こえたりダメダメ。そうですね、あの、まあ、このパラレルの前提から話させていただくと、あの本当に少数精鋭で頑張って作った作品でして、まあ、監督の僕が撮影とか照明をやりつつ、スタッフが1人か2人いるかどうかの現場で、ちょっと谷さんからは信じられない現場だと思うんですけど、あの照明とかを全部1人で作り込むんです。え、あのネオンの。そうなんです、もうそういうのをあのパンフレットにたくさん書かせていただいたんですけど、あのなのでキャストさんの協力がものすごくあの必要でして、なので今回のパラレル の出演者だった方は皆さん、あのカチンコだったりとか血のりだったりとかをものすごく手伝って、あと前日とかにあの抱きしめるおじさんいないんですけど、ひとちゃんって言って、むちゃむちゃおすすめが僕の左にいるっつって、右にいるっつって、ね、まさかの、はい、もう、まあ、褒めてますけど超気持ち悪かったです、はい、まあ、そうやって紹介される段階でひとみちゃんからもそう思われてるっていうのがよくわかります。でもその話を来た時はどういう感情だったんですか？いやでもあのぶっちゃけ割とそういう気持ち悪いなんかストーカー的な役とかが基本多いので、あ、はいはい、あ、いつものねぐらいの感じはちょっと大体こういう感じです。なんか他感ありましたもんね、いやいや、いや本当ですよ。あのそんなひとみさんと村田さんの前に、あの谷さんに聞くのちょっと心苦しいんですけど、よければお気に入りのシーンをお伺いしてもよろしいですか？お気に入りのシーン、やっぱりそのミッキーが恋愛と気づいた時の感情、芽生えた時、ショコラさんの、そうです、吉田ショコラですね、に相談してた時のシーンはちょっとときましたね。殺人鬼ってやっぱ感情を持たないことが多いんですよ、ホラー映画では。見込んでますね、よく本当に見てます。そうですね、こうホラー映画とかお化けとかはやっぱ感情を持たないじゃないですか。でもそのミッキーの場合は感情を持って、しかも多分自分自身そのやっぱいろんな苦しい経験を得て初めて芽生えたこの舞ちゃんに対しての愛情だったと思うので、そこはすごい人間として嬉しくなりましたね。あとミッキー推しとして、ミキオシ初めて聞いた、ね、ハッシュタグミキオシで皆さんも、本当かっこいいと思いました。あの舞ちゃんもそうですけども、2人とも美形でして、すごく、はい、余計僕らがいるから引き出す大事ですよ、はい、大事、本当インチキ占い師みたいな感じでしたねそうなんで、監督と本当まずひとみちゃんの役やるときどういう人を思い浮かべますって言われて、監督があの PDF2 枚で、あの奥寺はこういう人だったっていうね、なんかあるんですよ。あの幼少期はスクールカーストで下だったとか、あの愛人が3人か言って裏設定をすごく、裏設定まであるんですか、裏の顔とかね、特徴とか、こういうのがね、後でサイン会の時置いときますんで、皆さん写真グッズも販売してるんですか、はい、これはないんで、あの本当来た人だけのものなんですけどね、本当にそういう、なんか今日昨日かなんか記事になってたじゃないです か、 なんか和製ホラーの復活を鍵を握る3つの作品にですね、あのシネマスコールの外に貼ってある皆に幸あれと、含めてあのパラレルも選ばれております。拍手おめでとうございます。和製ホラーなんだと思って、だいぶ変化球だけど、そうですね、でも多分あまり見ないタイプの作品になってるとは思っていて、宣伝もとても難しいというか、ホラーなのかラブストーリーなのか、あとホラーって言い過ぎるとお客さん来てくれないとか、もう本当に今日、ね、今日来ていただいた皆さん本当にもうお目が高いというか、ありがとうございますというそう、あとハートのチェーンソー、はい、めっちゃ可愛かったです。可愛かったです。なんでハートなんですかなんでハートにしたんですか？ハートっていうか、あの光ってるってことですね。はい、そうです。なんか魔法少女に憧れてるので、魔法少女っぽい武器で、あの殺したら面白いよなっていう、そういうホラー殺人鬼がいたら面白いなっていうので、あの形状をちょっと考えていて、まあ、実際のあの電の子を改造してるようなやつと、まあ、あとはあのスポンジとかで作ったアクション用に当たっても大丈夫なようなやつの2個で今回撮影してるんですけど、あのそれを思いついてやってみたいなっていうので、現物触ってほしかった。うわ、見たいです。持ってこればよかったですね。ね、延長上映の暁にはあの触ってもらいに立ち会い、ぜひお願いします。新幹線乗ると多分、うん、確かに止められちゃう。ちゃんと養生してあるところが自主映画なのにちゃんとしてるっていうね。そうですね、怪我だけは問題なく、そこもめっちゃ可愛いと思いました。嬉しいですね、谷さんにそこが刺さって。そう、あの武器って大体ね、もうノコギリとか、うん、そういうの多いじゃないですか、はいはい、もう錆びてるとか血がついてるとか、うん、ただ血ついても可愛いと思って、うん、思いましたいや、特殊な方なんだなって思って
あっち側の方なんだなと思ってね。いやでもホラー映画の本当に目が高い方なので、そんな谷さんにそう言っていただけるのはすごい嬉しいですよ。トビちゃんの演技もめっちゃうまかったです。センスで叩くし褒められるの弱いんですよね。ただ本当あれうん、はい、やられて今までいや僕もあの10代くんあの相手役のホールぐらいの時があったので、うん、そういう時とかにやられて嫌だったことをぶつけてみましたね。 あのシーンも本当に暗くて嫌なシーンなんですけど、まあ、キャストなんかはめちゃめちゃいいので本当にもう笑いながらテストでどんどんあそのセリフ追加しましょうとかしながらほぼアドリブにね、うん、最初に書かれてたシナリオからどんどん生きてて、すいません生きててすいませんの掛け合いがどんどん激しくなって、うん、なので本当に現場はものすごく明るくて、あれアドリブなんですか。アドリブで作ったところもあったりとか、だいぶ足されましたね。上手でした。ありがとう。この作品に出たおかげで、あんな感じでっていうオファーも奥寺みたいにっていうふうなのもちょっと増えさせてもらったりして、あのあとリモート映画であの出てたものもあって、あの2回目になるんですけど夕張で出会って、あの普通何かあったら誘いますって社交辞令じゃないですか。だけど本当にメッセンジャーでぴったりな役があるんでって誘ってくれたんで、今度2度あることは3度あるで3度目の正直でもやっていきたいと思ってますんで、あの監督を皆さんよろしくお願いします。パンツはただの布です。ありがとうございます。テストだったんですけども、私自身ホラーが好きということでこんなにも手厚く裏話をたくさん聞けてとても嬉しかったですし、本当にこのパラレルがあの広がっていければいいなって思いましたし、これからも田中監督の作品楽しみにしております。あの SK48 メンバーはですね50名以上いるので、あのみんなに広めたいなって思います。それはめちゃめちゃアンバサダー就任ということで、もしかしたら別の回に見に来たらいらっしゃるかもしれないという胸に2回目をね来ていただく、はい、もしかしたらここが SK メンバーで埋まってたかもしれない。素晴らしい。ありがとうございました。本日はですね本当にお越しいただきありがとうございました。あの女性のゲストっていうのがなかなか珍しかったので、あの貴重なお話を聞いて本当にとてもありがたい時間になりました。愛知県で活動している SK48 というグループ、なんと2月28日に愛のホログラムというあの CD が発売されますので、ぜひゲットしてくださると嬉しいです。お願いします。ここはあのシネマスコールドは出演作品が今月も3本かかったりだとかチェックしていただけたらな。2月の頭に大須シネマっていうところでやるなんか、なんかサメ映画とかなんじゃらのイベントみたいなやつの、ラブシャークっていうのにちらっと出ております。そっちもまあまあちょっとアレな人です。あと、今日から始まりました、シアターカフェ、田中大輝監督特集で、田中監督の過去作品を3本まとめて、まあ、短編集みたいな感じの上映が、今日から1週間始まりまして、主演作品なんだね。そう、私あのこのパラレルの撮影の後声かけていただいて、まあ、リモート映画で撮った、ザ・タッチャーっていう作品があるんですけれども、それとか主演させていただいてるので、まあ、それもちょっと気持ち悪くはないけどちょっとアレな人なんですけど、もしよろしければリモート映画で、僕も競争役で競争志望なんですよ。まあ、ちょっとインフルエンサーとちょっと共通点のある感じの役をやられるとか、そもっと前の大学1年生の時に撮った作品とかもあったりしてかなり貴重だと思うので、1週間、シアターカフェさんでやられているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。あ、そうですね、そっち来てからこっち来れたりもするのでよろしくお願いいたします。今日実際にお越しいただいた方いらっしゃいますか、ね、そうそう、ね、シアターカフェで見てからぜひその方の感想も聞けたらと思います。はい、そして、本日のパラレルのグッズの紹介もさせてください。はい、じゃあまずは僕からこの、はい、T シャツを販売させていただいておりまして、こう白いやつと黒いやつとよろしくお願いします。そしてですね、さっきあの劇中に流れておりましたあの FM 岐阜でも FM 一宮でも流れた劇中のこのノクターンとかさ、監督言ってるなんかこのね、はい、今回流れたオムさんのノクターンという曲が収録されている左側の CD と、そのオムさんの新しいあのアルバムが出たので、そちらもぜひお買い求めいただけたらとても嬉しいと思います。はい、そしてあ、僕言いますか。はい、ステッカーなんですね。そうですね、劇中に登場したオリジナルアニメの人造魔法少女カリというアニメがございまして、そのアニメ の, その、その
登場するカイニちゃんのシールと、はい、映画のシール、ポスターのシール財布の中に入れたり携帯に貼ったりとか、はい、持ち運べるよっていうパラレルの世界が持ち運べる2枚セットになってるものですので、うん、もしよかったらそちらもお買い求めください。そしてですねこちら A3 サイズの、映画パラレルのポスターになっておりまして、IMAX の特典でついてくるあのポスターと同じサイズにこだわって作って紙にもこだわったのでぜひこちらもお買い求めいただけたら嬉しいです。そして映画パラレルの裏話がもうすごい詰まった、大増量のパンフレットがございますので中身、はい、大充実しております。じゃあぜひ感想などを投稿していただけると僕たちインディーズ映画はとても助かりますのでよければ SNS などによろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴とってもありがとうございます。そう僕も管理人さんと一緒に終わりの素敵なことをどんどん広める地層だからね、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。地層